8月15日土曜日午後1時の情報です。こんにちは、久米宏です。堀井美香です。いつもこの番組オープニングで空白の12分というコーナーがあって、まあ、フリートークをするんですけど、まあ、考えてみれば一つの談話と言ってもいいです。あれはね、はい、安倍総理の談話と似ていないところがなくもない、はい、いたずらに長く中身が尻滅裂ということで、まあ非常に似ているというふうに思える節もあるわけです、はい、で今日はかねてからずっとこの番組でお知らせしてきたんですが、久米宏ラジオなんですけども、スペシャルプログラムをお届けしたいと思います。あまり肩の凝る内容ではないので、はい、リラックスしていつものラジオなんですけど、同じようなお気持ちで楽しんでいただければ、まあ、堀井はいつものように寝ていただければ。今日寝たらちょっと大変だと思います。やることほとんどないでしょ今日。え、やることほとんどないって言ってましたけど、はい、しっかり聞きたいと思います。えあ、ということで。なんでそれ、なんでそのあっていうのは。このお仕事だけありました。はい。はい、ではタイトルコールでございます。久米宏ラジオなんですけど、戦後70年スペシャル、海の向こうで迎えた1945年8月15日。久米宏ラジオなんですけど。改めまして久米宏ラジオなんですけど、今日も TBS ラジオの第7スタジオからお送りしています。この間の戦争というのは太平洋戦争を指しますけど、はい、これが始まったのは20世紀の半ばということですから、もう日本人が世界各地に散らばっていたすでに時代だったんですね。ということは70年前の今日8月15日に日本を離れて世界中あちこちで暮らしていた日本人がもうすでに大勢いたという時代だったんです、うん、そんな中で今日3人の方にお話をお伺いしました。3人とも8月15日、はい、70年前は今日日本にいなかったっていう3人です、はい、先日お一人とは国際電話で、他のお二人とは直接お会いしてじっくり膝詰め談判っていうんですか、はい、どうだどうだっていうんで膝詰め談判でじっくりお話をトータルで5時間は聞きましたから3人。あ、そうですか。その内容を今日はたっぷりと皆様にお聞きいただきたいと思っております。ではお一人ずつこの3人をご紹介していきたいと思いますが、まずお一人目は今年91歳、はい、大浦文夫さん、はい、大浦文夫さんは昭和4年生まれ、私よりちょうど15歳年上ということになりますが、4歳の時に子供移民としてブラジルに渡って、1945年の8月の敗戦の知らせは汽車に乗って隣の村までラジオを聞きに行ったそうです。大浦さんです。私の住んでる町はスザノというんですけれど、はい、そこからね20キロぐらい離れた隣の町が門司という町があるんですよ。スザノの隣の門司、そこの小学者のラジオが非常によく聞こえたっていうことを聞いて、ええ、そこへ私は友人と一緒に聞きに行ったわけですよ。これ汽車乗って聞きに行ったって聞きましたけど、汽車です、その当時汽車ですね、ええ、そしてそこで朝食の話も聞いて、ええ、まあ自分たちも、まあ、泣いたわけですけれどもね、それがまあはっきりと終戦を知らされた決め手でしたね。ブラジルって今電話線がよく盗まれるんで、はい、もし盗まれた場合は通じないっていう話を聞いてて、ドキドキしたんですけど、運のいいことに大浦さん宅の電話線は盗まれず、はいはい、なんとか電話でお話しすることができまして、はい、毎朝1時間の散歩と昼間は農業を今も欠かさないという大浦さんです、うん、時差の関係で日本時間の朝の9時過ぎから国際電話で伺ったお話の内容はこの後詳しくお伝えします。さて世界中に散っていた日本人お二人目は女性の重光彩子さん、現在87歳です。この重光彩子さんはお父様が戦時中ウィーン総領事、それからブルガリア公使を務めていた関係で、はい、この年の8月15日はスイスで敗戦の知らせを受けました。レストランでさよならって言って、私が道に出た時にスイス側の号外でね、やっぱなカピトリアって言って、だから日本が降伏したっていう号外、うん、レストランでスパゲッティを食べて、そうそうそう、出たら町に豪華でした、うん、日本は負けたって。やはりね、もうこっちもあの頃バカじゃないか、日本は勝つとは思ってなかったけど、やはりショックでしたよね。
そうやって道に出た途端にやっぱなカピトリやったんって言われるとね。号外で知ったんですか。やっぱなカピトリアですからね、はい、号外で知っちゃったわけですから重光、はい、さんはお父様もそして結婚されたご主人も両方とも外交官、ずっと外交官の血筋と言ってよろしいんでしょうか。今は世田谷の一軒家にお住まいです、そこをお尋ねしてお話をじっくりお伺いしました。さて3人目、はい、3人目も最初の大浦さんと同じ91歳女性です、現役の画家でいらっしゃいます、うん、綺麗な絵描くんですよ。印象派がもっと明るくなったっていうような絵なんですけど、はい、山口くすえさん、カタカナでくすえと書きます、はい、戦時中三井物産のタイピストとしてインドネシアに赴任してらっしゃって、ジャワ島のジャカルタで8月15日を迎えました。私たちが知らされたのは8月16日次の日、本当に突然。いつも訓練を受けている広場があるんです、ね。で、そこに集まれという命令が軍の方から来たんですよ。軍から来たんだ。ええ、軍から各会社で、会社から私たちが言われて16日はそこに集まったんですよ。じゃあジャカルタにいた日本人はほとんどの人は何も知らなかったんですか。知らないですね。何人ぐらい集まりました。1000人以上でしょうね。集まって、ええ、みんなもうただもう立ちっぱなしで泣いた。もうただ呆然としてみんな泣いてた。あの小柄な方でとてもおしゃれでね、あのブルー系のファ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 ってしたのいっぱい着てらっしゃって、はい、首飾もネックレスもいっぱい、ブレスレットもいっぱいつけて、お元気なおしゃれな91歳の山口くすえさんのお話もじっくり後ほどお伺いします。この3人のお話を今日は皆さんに聞いていただきます。海の向こうで迎えたあの年の8月15日の生き証人、貴重な経験、お言葉をたっぷり皆様にもお聞きいただきたいと思います。はい、そして今日はインタビュアー、久米宏氏の真骨頂がここにあるということで、皆様存分にお聞きください。と台本に書いてありました。ラジオを聞きの皆様からは、戦後70年を迎え、最近一言余計なんだよな。戦後70年を迎えて今思うこと、それから3人のインタビューを聞いての感想などをお待ちしております。今日もメール、電話、ファクシミリ受け付けております。電話は03-3584-0954、ファクシミリは03-5562-9540、そしてメールは kume954@tbs.co.jp でございます。そして本日もですね、TBS ラジオの新ロゴのステッカーを5名の方にプレゼントいたします。最近ロゴが非常に話題になっていてね。これは大丈夫だ。これ大丈夫？大丈夫だ。絶対オリジナル？すごい大量に吸っちゃいましたから。吸っちゃいましたから、だから吸っちゃった。吸ってないのもね。そうだと困るんです。本当のオリジナルなんですよ。オリジナルでございます。本当に？何かあった場合には君が責任取る。ちょっと責任は取れませんが。だと思います。はい。ということで、TBS ラジオの新ロゴステッカーのプレゼントもございます。そして今日特別企画でお送りしますので、林家彦一師匠は本日お休みとなります。この時間は、東和建設の提供でお送りします。南大沢東亜の森好評販売中。 TBS ラジオ954。久米宏ラジオなんですけど、戦後70年スペシャル、海の向こうで迎えた1945年8月15日。では、お一人目のお話をお伺いしていきたいと思うんですが、先ほど昭和4年生まれと申し上げた大浦文夫さんですが、昭和4年に4歳でブラジルに渡った、はい、ということが分かりました、はい、ところが昭和元年生まれということになりますかね、はい、そしてブラジルに4歳で子供移民って言葉知ってました？いえ、子供移民、子供移民、ちっちゃい子がブラジルに渡ることを子供移民って言ってた。家族と一緒にってことですよね。そうだと思います。スチュアーデスがついてくるパターンよくありますけど、それじゃないと思うんですよね、はい、家族と一緒に、まあ、子供できた移民を子供移民と呼んでたんでしょう、はい、昭和4年に4歳で子供移民として大浦文夫さんはブラジルに渡りました。で、大浦さんがブラジルに渡った4年後の昭和8年、
日本からの移民が一番多かった時代で、年間2万人だった。年間2万人ブラジル渡ったんですがね、すごいですね。明治41年から始まったブラジル移民がどん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 盛んになりまして、昭和8年が一番多かった。で、戦争が始まる頃にはブラジルには日本人移民が19万人暮らしていた、まあ、はい、ほぼ20万人の日本人移民が暮らしていました。大浦さんは香川のご出身です。で、ご家族と一緒にブラジルに渡って今も農業をしながら詩を作ってるんですね。はい、詩作も続けていらっしゃいます。日本を遠く離れたブラジルでは、この日本が戦争に負けたということを信じない、特に山奥の方通信手段が全くないんで何にもわかんないんで、情報がないんで、日本が負けたのは嘘だろうっていう日本人移民が大勢いた。しかもその状態が戦後も長く続いていました。ブラジルにいる日本人の間ではずっと日本が負けたっていうことを信用しなかったっていうことですよね。これはね、はい、その信用しなかったっていうのが皆が信用しなかったっていうわけじゃないですね。ええ、信用した人もいる。もちろん信用しなかった人の方が多い。圧倒的に多い。8割は勝ったと思ったんでしょうな、ある時期まではですよ。そのある時期までというのは問題なんですが、それは問題ですね。勝ったというような人たちの動きが収まるまでにはやっぱり10年かかったでしょうね。10年収まるまではですね。収まるまで10年、勝ち組っていうのが負けたということを全員が認識するまで10年。もう10年後っていうとね、もう日本ではもはや戦後ではないっていう言葉が流布し始めた頃で、はい、もう、先週お話した55年体制っていうのが始まった政治体制が、あれが戦後10年ですから、はい、あの頃までブラジルでは勝ち組と負け組が実は戦っていて、死者も大勢出てるんです。主に勝ち組が負け組を殺したわけですけどね、そういう事件もいっぱい起きていたんですね。で、終戦当時、大浦さんは20歳、20歳。で、彼がブラジルで迎えた1945年8月15日のお話です。1945年、おいくつでした？はい、正確にはね、はい、20歳と8ヶ月ですね。当時、村にはラジオが2個しかなかったと聞きましたが。はい、そうですね。私の住んでる福白村というものはその当時が130家族前後じゃなかったと思うんですよ。福っていうのは福や笑う角には福が来るの福に、そうそう、福祉の福ですね。で、白は博愛の博で、その村に当時ラジオが2個しかなかった。そうですね、私の家とあと1軒ですよね。それでよく聞こえなかったらしいですね、はっきりと。あ、雑音ラジオですな。雑音が多かった。雑音が多いんですよ。つまり日本から入る短波放送ですか。短波放送を聞いてたのか。ああ。それじゃあ地球を半回転していくわけだから、とそれはよく聞き取れましたね。それね、まあ聞き慣れるとだいぶ聞き分けができるんですけれどね、ええ、夜時間が来るとね、ノートを持って、ラジオにかじりつくようにして要点を書き取ってたものですよ。じゃあ文夫さんがほとんどよく聞き取れないラジオをこうノートに書いて趣旨を一家に説明してたんですね。まあざっとこういうあれだとか言ってね。で、短波放送ですけど、はい、いわゆる玉音放送というのはそれでお聞きになったんですか。いや、私のラジオではね、ええ、ポツダム宣言を受諾した、それから新型爆弾が落とされたというようなものが非常に強く印象に残っててですね、それは私のラジオでは消極を聞くということはできなかったですね。あ、それじゃあ玉音放送の後の NHK のアナウンサーのいろんなニュースをお聞きになったんだ。でしょう。だと思います。で、ええ。ええ。
それでその消息の話になりますとね、私の住んでる町はスザノというんですけれど、そこからね20キロぐらい離れた隣の町が文字という町があるんですよ。スザノの隣の文字、文字という町ですね、そこで日本人の中学生たちを預かっている小学者がありましてね、そこの小学者のラジオが非常によく聞こえたっていうことを聞いて、そこへ私は友人と一緒に聞きに行ったわけですよ。これ記者のって聞きに行ったって聞きましたけど、記者です、その当時記者ですね、ええ、そしてそこでその坪内という人、この人は教育者でしたがね、坪内さんというご夫婦から消息の話も聞いて、泣きながら聞いて、まあ自分たちもまあ泣いたわけですけれどもね、それがまあはっきりと終戦を知らされた決め手でしたね。なるほど。でここから先が後世にも伝わっている有名な話なんですが、ブラジルにいる日本人の間では、特にそのラジオは聞こえない山の中に住んでいる日本人の人たちはずっと日本が負けたっていうことを信用しなかったっていうことですよね。これはね、はい、その信用しなかったっていうのが皆が信用しなかったっていうわけじゃないですね。ええ、信用した人もいる。もちろん信用しなかった人の方が多い。圧倒的に多い。ブラジル広いんで、何パーセント対何パーセントなんてことは言いませんけど、できませんけど、当然5割をはるかに上回る日本の人たちは日本が勝ったと思い込んでいたわけですね。そうですね、まあ全体的に言って8割は勝ったと思ったんでしょうな、ある時期まではですよ。そのある時期までというのは問題なんですが、それは問題ですね。いつ頃まで 8割の勝ったというような人たちの動きが収まるまでにはやっぱり10年かかったでしょうね。10年収まるまではですね。なんでそんなにかかったんですか。このちょっとこういうふうに話を進めるといいかどうか分かりませんけれどもね、一番悪いのはですよ、それを利用して扇動してね、自分の金儲けだとかなんかをに利用した連中がおるわけです。これは一部の人間ですよ。どういうことですか。例えば勝ったとデマ放送を盛んにやるわけですよ、信じないということじゃなくて勝ったというデマ宣伝をやるわけだ、そうすると日本人のほとんどはですね、勝ってほしい、いや負けるはずはないというふうに思ってるでしょ、でだからそれに乗っちゃうわけなんだな、で金儲けってのはどういうことですか。例えば一般に流布されてるのは円売りなんかもありますよ。円売り廃線になってなるとですね、日本の古い円はもう価値がなくなるでしょう、それを買ったって言えばその円が売れるわけですよ、これなんかはねやっぱり大きな問題でしたね。買ったという噂を流してその間に円を売ってしまう。円を売るとそれがそのどこから円を取り寄せたかっていうものもまあいろいろ問題があるんでしょうけれどもね、北米なんかからある円をどんどん取り寄せてね、それを高く売ったというようなあれもあるんですね。なんか全財産を失った人たちも随分そのデマによって出てきたって聞きましたが。いや随分ありましたよ。それから一番大きいのはですね、日本が勝ってとそのうちに日本人は全部日本へ引き上げるんだと、迎えに来るんだというようなことでね、
安く土地を買い占めたり売らしたりしているようなこともあったでしょうね。もう日本人は迎えに来るからお前は土地を売れって言って安く買いただいた。やっぱり迎えに来る迎えに来るって言うと浮き足立つでしょ、うん、でそういうことはね、この奥地では随分あったんですよ。でもスザノでは、私の住んでるところでは一軒でしたね。なるほど。このいわゆる勝ったと思ってる人たち、負けたと思ってる人たちの間で、割と悲しい出来事、衝突などが起きたって話もたびたび聞いているんですが、衝突はね、一番激しい衝突は翌年、1946年ですね。戦後1年目。その時に、いわゆる殺人ですね、殺したんですね。これはどっちがどっちを殺したんですか。勝ったという人たち、もちろん勝ち組が敗戦主義者を殺したわけですけれどもね、はい、この殺人事件ってね、1件しか起きてないんですか。23件。この23件の勝ち組と負け組の、まあ、言ってみれば殺し合いですけど、これはほとんど、勝ち組が負け組の人たちを殺したということですか。そうですね。ただね、私この頃実は読んでびっくりしたんですけれどもね、終戦後自殺した人がおるんですね。自殺した男がおる、負け組の人が自殺してるんだ。負けたということを認識してね、自ら命を絶った人がいるんですね。これは殉死ですか。これはね、私もこの頃読んだんですけれどもね、その自殺した原因は何かというとね、自分は天皇陛下に対して申し訳ないことをしていたというのが原因なんですね。申し訳ないことをしていたということのこの中身はね、戦時中開口を買ってたの、開口、はい、で戦争が終わった後でね、いろんなニュースで解雇のあれはアメリカへ渡って落下産の材料になってたっていうことが分かったっていうんだ。まあ、日本でも絹を使ってましたけど、アメリカでも落下産には絹を使ってたんだ。ですね、うん、だからね、日本が戦争に負ける一つの手助けを自分はやってたんだと言ってね、自ら命を絶った人がいるんですな。それは驚きますね。落下傘で自分の罪の意識に耐えられるということですね。大浦さん自身の話もちょっとお伺いしたいんですが、どうぞ。大浦さんご自身は20歳と8ヶ月の時、日本が負けたっていう情報を、まあ、日本の人たちの中ではいち早くお知りになって、どういうお考えをお持ちになりました、ご感想を。これは非常に落胆した中で、何かね、ある言葉が、すべてのものは流れるという言葉が、私の脳裏に浮かんだんですね。すべてのことは流れる。流れる。はい。これがどういう意味で、そういう言葉が浮かんだのかは自分でも分からんのですけれどもね。ちょうど地球のほぼ真裏にある自分の祖国が、大きな戦争をして負けたっていうのは、すべてのものは流れるという今お話を聞きましたけど、どういう感じがしたんでしょうね。その今破れてると、しかしそこでとどまっておるよりもすべてのものは流れるんだという言葉で救われたように思うんです。自分でもね、ある刑事のようなものだと自分で解釈してるんですよ。これは帰りの汽車の中でふっとその言葉が浮かんだんですか。そうなんです。それで自分の行き詰まってる気持ちが救われたっていう感じでしたかね。今住んでる菅野っていうところは
はい、周り山に囲まれたいいところでね、はい、毎朝奥さんと1時間散歩するんです、はい、いいとこですとおっしゃってました。スサノとか文字とかそういう地名なんですね、うん、あの北海道みたいにね、あの、はい、あちこちの地名がついてるのかもしれませんけども、はい、で大浦さんは今の日本をどう思っているのかも聞いてみました。今あのブラジルのサンパウロの近くで暮らしてて、日本っていう国に関してはどういう感情をお持ちですか？実は私あの7回日本行ってるんですよ。ああ、ずいぶんお帰りになってらっしゃるんだ。そう、それはあの1992年が最初でしてね、はい、東京の上野公園に行きましたらね、ええ、西郷さんの銅像があるでしょ、ええ、その西郷さんの銅像の周りは日本人はほとんどいなかった。誰がいます？その周りでおったのはね、ええ、外国人ですよ。イランの人ですか？ほとんどイランの人たち。92年はね、そういう連中がね、うよよしてね、ええ、あの辺で変なものを売ってたりなんかしてたんですよ、ええ、私はそれを見てね、一体これで日本はどうなるんだろうっていうふうにね、非常に落胆したことがあるんですよ。まあ落胆もなさるでしょうけど、驚くでしょうね、まずね。いやー、全くね、一体日本人は一体日本はどうなるんだろうっていうふうなあれを持ちましたね。今銀座に行くと大浦さん、うん、ほとんど中国人ですよ。え？銀座歩いてるのほとんど中国人です今。はあ。変わりましたよ東京も。それでもう一つ、例えばですよ、ええ、私が日本に行って最初に日本で買った本はね、はい、カタカナ語辞典でしたよ。カタカナ語辞典を持ってないと日本が理解できない。どういうことですか？いや、いろんなことがその外国の言葉を使ってるでしょ。ああ。米がライスでしょ、水がウォーターでしょ。これはね、一体何だろうと思ってね。しかしそういうことを理解するためにはね、ええ、カタカナ語辞典っていうかなり分厚い辞書がありますね。はあ。それを私は買ったんですよ。それがないと日本で、まあ言ってみれば暮らせないみたいな感じですね。わからん。なるほど。つまりそれぐらいですね。つまりまた元へ戻りますよ。すべてのものは流れるという言葉の内容はね、ええ、つくづくとあれは一種の啓示だったなと私は思う。なるほど、啓示か。大浦さんはポルトガル語はできるんですよ、はい、だから日本のカタカナがすべてポルトガル語だったらなんとかなるんですけど、はい、ほとんど英語ですからわからんと、はいはい、そっか。ああ。イラン人ばっかりだったっていう西郷さんの周りが。そういう時期ありましたね。驚いたと思いますよ。久米宏ラジオなんですけど。時刻は午後1時30分になりました。鳩のマークの引っ越しセンターがお送りする TBS ラジオ夏休み交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さん、お願いします、はい、高速道路は関越道の上り線高崎ジャンクションで4キロ55分、駒寄パーキングエリアで9キロ半35分、下り線の上里サービスエリア付近は軽自動車の事故2車線が規制されていて4キロ40分です。東北道の上りは福島トンネルで12キロ、下り線浦和付近は乗用車5台の事故5キロ25分、岩船ジャンクション乗用車3台の事故5キロ半55分、常磐道の上り鳴沢トンネル乗用車2台の事故で10キロ半、東名高速の下り御殿場ジャンクションは事故車のレッカー作業中で3キロ20分、中央道は上り線小仏トンネル13キロ40分です。首都高速は交通量少なめ、今中央環状線の内回り板橋ジャンクションで3キロ半15分です。警視庁から以上です。
警視庁交通管制センターの臼井裕子さんでした。次の TBS ラジオ夏休み交通情報は1時52分ごろお伝えします。おかげさまで創業40周年、鳩のマークの引越センターは親切、丁寧、安心をテーマに、これからもお客様にご満足いただけるよう努めます。鳩のマークの引越センター、お問い合わせは0120-191900、0120-ikuiku00 まで。身長180センチ以上、音楽大学出身のクラシック界の貴公子たち、ル・ベルベツが1年半ぶりにオーチャードホールに帰ってくる。TBS ラジオ主催、ル・ベルベツコンサート2015、魅惑のクラシカルエンターテインメント。9月11日から13日、渋谷文化村オーチャードホール。詳しくはチケットスペース 03-3234-9999、 3234-9999 まで。明日日曜朝10時からの生放送、安住紳一郎の日曜天国。明日のテーマは兄弟姉妹の話。メッセージは日天アットマーク tbs.co.jp で受付中です。ゲストはシンガーソングライター平井堅さんです。どうぞお楽しみに。TBS ラジオ954、久米宏ラジオなんですけど、戦後70年スペシャル、海の向こうで迎えた1945年8月15日。ではお二人目の方ご紹介しましょう。本日最年少、はい、といっても87歳の重光彩子さんです、はい、現在東京世田谷にお住まいで、お父様が外交官で、小さい頃からヨーロッパを転々とする暮らしをされてきて、お話にかつての枢軸国の、はい、同盟国ではないね、はい、二徳位三国連盟の枢軸国の名前がポンポン出てまいります、はい、都市の名前が。彩子さんは日本で生まれて数ヶ月で、まずはドイツのハンブルグへ行きます。で、2歳の時にベルリンへ移ります。その間ずっとドイツ人の乳母がついてまして、彩子さんが最初に覚えた言葉はドイツ語です。その次ぐらいが日本語です、はい、あとフランス語とかいろいろ出てきますが、すまずはドイツ語が母国語はドイツ語だと思ってください、はい、そんな重光彩子さんは終戦後日本に帰ってきて、たった半年で結婚、しかも18歳、はい、お相手はお父様と同じ外交官でした。よくわからないんですけど、3月に引き上げてらっしゃって、その年のうちに結婚なさいますよね。私は秋に結婚しました。19になる寸前のなる、そうそうそう。それで相手は同じ船で帰ってきたかねての知り合いの重光明さん。そう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 。なんでその引き上げてきた途端に結婚ってことになったんですか。ダメですか。いや、ダメじゃないんですけど話が急じゃないですか、ものすごく。いや、だけどなんとなくそういうことになってたんでしょう。これは恋愛結婚ですか。なんていうかね、まあ嫌いじゃなかったけど割とゆったりとした、まあ、お宅で広い部屋なんですけど、丸い大きなテーブルのところでこうゆったりとした椅子に腰掛けてね、はい、足を組んで、はい、腕も組んでね、こう少し上体を揺らしながらね、はい、嫌いじゃなかったけどこういう話ご結婚前の姓は山地さんとおっしゃって、お父さんは外交官で山地明さんで、18歳の時に結婚した相手が重光明さん、はい、水晶の晶という字を書くんですが、第二次大戦終戦の時に水号の甲板で、はい、幸福文書に調印をした日本の外務大臣重光守さんの甥御さんにあたる、で重光さんというご名字になります、はい、で重光さんは、ドイツでナチスが政権を取った翌年の1934年6歳の時に一回日本に帰国します。で38年にまた家族でオーストリアのウィーンに渡る。この間日本に帰ってくる、ウィーンに渡る。ずっと子供の時から一緒だったウバも全部一緒について全員で移動するという大変なお暮らしをしていらっしゃいます、はい、でウィーンに渡った翌年にナチスドイツがポーランドに侵攻して、ついに第二次大戦の火蓋が切って落とされるわけです。で戦争中ウィーン総領事だったお父さんはブルガリアの公使に、で戦況が悪化するとオーストリアへ疎開、1945年の終戦はスイスでお迎えになりました。もう筋金入りのお嬢様ということですね。そうです。これからお話に出てくる都市名なんですけど、
ネイティブな発音なんで、十分に、地名には気を配って、ヨーロッパ各地は点々としますからね。わかりました。お聞きください。ドイツ語の、鉛の、地名ですんで、十分に気をつけて。1944年って言いますから、もう、第二次大戦の末期ですけど、オーストリアに疎開したっていう。そうそうそう。これ、ヨーロッパでも疎開はありましたか？いや、疎開って、勝手に、プライベートですよ。あの時、ブルガリアがもうね、爆撃が多くてアメリカのね、うん、そうするとああいう国だから全然めちゃくちゃになるんですね。水もなければ電気もないとか、うん、で私一番下の弟って14歳も違うんですけどね、あの時まだだから1歳か2歳ですか、うん、それでやはり母が心配してどっかに行った方がいいということで、なぜオーストリアかっていうと、あそこに友達がたくさんいたわけね、うん、母の方のね、はい、ナチですけどね、みんなね。それで、ザルツボク、ザルツカマグッドってあるでしょ。あそこの湖のそばのあれに行ったんですよ。ウォルフガング。ウォルフガングス、うん、はい。そこへ、まあ、プライベートで疎開したと。そう、我々ね、うん。その辺から日本の、日本のじゃないや、ドイツのだから、この場合は。大戦でヨーロッパでドイツの形勢が相当悪くなってくるわけですね。だからドイツが負けた時はスイスにいたんですよ、もう。45年の春ですね。45年のね、うんうん。だけど、そしてスイスは、なんていうの、感情的にはもう全然、枢軸側じゃない、敵側なんですよね。うん、だからそういう点で、まあ私、個人的にそんな嫌な思いしたことないけど、あんまり居心地よくなかったですね。僕はあまりその外交官の知り合いもいなくて、しげみさんご自身もヨーロッパあちこち行って、世界中を転々としながら少女時代を送るっていうのは、ちょっと普通の日本人にはピンとこないことなんですけど、まあね、うん、どういうこれ感覚なんですかね、子供の時こう、今日はあっちだ、今度はあっちの国だってこう、親について移動するわけですよ。そうこれどうなんですか、面白いもんですか、面倒くさいもんなんですか。別に私は嫌だと思ったことないですけどね。ただウィーンからブルガリアに移る時はね、うん、やはりウィーンの、まあ、学校がとても楽しくて嫌だったんですよ、ブルガリア行くの、うん、ところがブルガリアに行ってクラスで 2,3 ヶ月したらね、日記帳にね、私をブルガリアにあった運命に感謝するって書いてあるの。だからいいことがあったんでしょ。覚えてないんですか。何いいことがあったかって覚えてないんですか。いいことって先生、ドイツ語の学校です、私行ってたの、はい、ドイツの学校、そのドイツ人の先生が良かったんですね。みんなで今でもその先生のことは褒めてあれしてます。いい先生だったって、ブルガリア人みんなね、うん、でそのヨーロッパで暮らしてその枢軸側の国をこう移動していて、最終的にこれはもう危ないからスイスに入ろうと思ったわけですよね。だから私が思ったより母がそう思ったんですよね。なんでそう思ったんですか、スイスに逃げないと危ない。だってさ、片っぽからアメリカ軍が来るし、片っぽはロシア軍でしょ。フランスに連合軍が上陸して、そうそう、パリまで攻め上がってきて、うん、で北からはロシアが攻めてきてって、その戦況自体は耳に入ってたんですか。だから私がウィーンに入ったのは我々がスイスにいる時、うん、その時わーわー泣いてね、何かほら一体先がどうなるかっていうか、そう、あの頃想像できなかったわけね。だからああやってウィーンにロシア軍が入って、あとどうなるんだろうってことを本当に見当つか、今だったらね、わかるけど。まあ歴史は今知ってるわけですから、うん、当時はこの先世界がどうなるか、つまりヨーロッパがどうなるか、そうそうそう、うん、見当もつかなかった。そうそうそう、あの時ね、本当。それでスイスのどこにお住まいになったんですか、最終的には。それがね、私たちはね、モントレーって知ってます。モントレー。モントレーとブーベーと、それの間のラトゥ・ド・ペってとこにいたんですよね。聞いたことない名前ですけど、ちっちゃなそれは村ですか。もらえる、ちっちゃな町ね。町、うん、でそのスイスの片田舎で8月15日をお迎えになったわけですけど、 その終戦はどうやって知ったんですか。いやだからそれがね、
母がやはり、なんかあれも少しおかしいんだけど、茂光って、まあ、大使館、公使館でよく知ってるのは茂光なわけね。ちょっと茂光に会ってね、どうなるんだかちょっと聞いてきなさいって私が言われたのね。茂光って明さん？明、うん。後の旦那さん。じゃあまだ旦那さんじゃない。後の旦那さんに、うん、聞いてこいって言われて、うん、聞きに行ったんだ。いや、それでベアンに行ってね。ベルンに行って。それで、まあ、時々会ってましたからね。あの頃スイスもね、なんていうの、食べ物、食、あの食料、切符制だったわけ。配給制だったんだ。そうそう。それで必ずうちの旦那さんって、あの時まだ旦那さんじゃないけど、でごちそうされると必ず肉なしでってのがあったわけね。肉なしで週に2回か3回スス必ずそういう日になってね。だからいつもスパゲッティしか食べさせてくれなかったな。だ旦那さんと会う時に限ってそれは肉なしでだったんだ。そうそうそう。向こうはそれ考えたかどうか分かんないけど、そこんとかね。それで旦那さんに、それでその15日に会ったわけですよね、うん、あ15日にそれヨーロッパ時間の15日ですよね。えヨーロッパ時間、スイス時間のヨーロッパ時間の8月15日。そうそうそう。それで話してちょっとこういうことだけどって言ったら、彼はほらもちろんそんな交渉してるとかそんなこと絶対言えないわけですよね。でもまあもう心配しないでもいいとかそんなこと言ってたのね。それでレストランでさよならって言って、私が道に出た時にスイス側の号外でね、やっぱなカピトリアって言ってたから日本が降伏したっていう号外、うん、レストランでスパゲッティを食べて、そうそうそう、出たら街に号外でした、うん、日本は負けたって。やはりね、もうこっちもあの頃バカじゃないか、日本は勝つとは思ってなかったけど、やはりショックでしたよね。そうやって道に出た途端にやっぱなカピトリアったんって言われるとね。号外で知ったんですか。何かそんな。それでそれにベアンですからね、それベアン、我々汽車であれ2時間近くかかったのかな、我々が住んでたところに、はい、だからそれで汽車で帰ってね、それで我々がその住んでたところ、ベベのあっち、あれはヨーロッパの特にイギリスのね、なんていうの、リタイアした人、年寄りね、がこう老後をあれするとこなんですよね。ああ、アメリカのフロリダみたいなとこだ。まあね、うん、そしたらやはり我々がそこに打ち借りて住んでるってことは周りのそのイギリス人も知ってたんでしょうね。日本人が住んでると、うん、それでその日本が負けたっていう時に、そのおじいさんおばあさんのイギリス人が旗を立てて、うちを間の周りをぐるっと回ってお祝いして喜んだんですよね。日本人の家の周りをイギリスの老夫婦が旗持って、それユニオンジャックを持ってるんですか。なんでしょうね。私はその時いなかった、母だけでしたから。旗持って周りをぐるぐる回ってたって。へ、連合軍が勝ったんだっていうことですね。そうそうそう。まあね、自分の国ですからね。それで私たちは聞かなかったけど、茂光の方は公使館で天皇陛下の玉音放送、うん、あれ聞こえたんですね。とっても悪かったけど聞こえた。短波放送だ。短波でね。短波ですると。そうそう、はい。それでみんなで泣いたとか言ってましたけどね。でも私たちはもうその時ベアンにはいないから。田舎の町に行ったから。そうそう。まあお父さんは外交官ですから当たり前って言えば当たり前なんですけど、日本とドイツは同盟を結んでましたから、はい、ほとんどお父様の付き合う、あるいはお母様の付き合うのはドイツの、はい、まあ、外交官とかトップなんで、うん、ナチスの話になるんですよ。うん、すると、この茂光さんは、みんなナチナチって言うけど、いい人もいたのよって、うん、こうナチスって悪だって決めつけることに関してかなり彼女の抵抗があって、ニュルンベルグ裁判で随分お友達が死刑判決を受けて、っていうふうにして、ナチの友達がいっぱいいたっていうことを懐かしむような、雰囲気はありましたね。はい、で取材に茂光さんのお宅に訪れたときに、珍しいでしょ、どうぞ靴のままでっていう。日本ですもんね。世田谷です。はい、で我々全員靴のまま入って、日本で珍しいなと思いました。ずっとそのスタイルで暮らしてらっしゃるんですね。そのようですね、うん、靴を脱いでスリッパになるでしょ、洋服のバランスが崩れるじゃないですか。
僕はそう確かに思います、はい、ハイヒール履いた女の人が玄関があってスリッパに着替えると途端にバランス悪くなるじゃないですか、はい、だから靴のままでっていうふうなことなんですよ、はい、さてこのヨーロッパの常識を身にまとって青春を過ごしてきた重光綾子という女性は戦後70年今の日本をどう思っているんでしょうか。この70年間は普通の人はずっと日本で見てるんですけど、いろんな国からご覧になってたわけですね、日本を。うん。どういうこの70年間の移り変わりをしてきたって、海外から見た日本ってどういうふうに思いました。そうでしょうね。まあそれはなんていうの、気に入らないこと山のようにありますよ。でやはりね、自分の国のことだと真剣にこう尺に触るんですよね、うん、他の国だとね、まあ、自分の国じゃないからいいやってことになるんだけどね、うん、なんだろう、心情的に私右翼なんですよ、うん、ね、それ心情的に私右翼なのよっていうのは どうしてそう思うんですか。いやだからそういう左がかったこと嫌いよ。うーん、ただあれですよね、僕の年代から見るとちょっともう今左とか右とかで分けられないですね。だけど例えば新聞、うんうん、ほら朝日とか、はい、私は朝日とって産経しか取ってないけどね産経の論調は好きなんですか。好きじゃなくて、もちろんね、あれだって偏ってると思いますよ、うん、しょっちゅう何か朝日の悪口ばっかり、うん、だけどどっちかって言えばね、それから産経に書いてる人たちのあれがやはりこっちが納得するのが多いですね、うん、ただ正直言って私も偏ってるとは自分でも思いますよ。だけどでもね、とにかく自分の国のこと悪く言うね、あれは良くないですよ、うん、もう私もしょっちゅう悪口言ってるけど、若い人がね、今年戦後70年じゃないですか。で戦後70年って言うと、もう70年経ってるんだから戦後っていうのはいつまで続くか嫌だって言うんですよ、若い人、いつまで戦後で、来年は71年で、10年後は戦後80年って言うのかって言ってね、戦後っていつまで続けるんだって若い人は結構大勢言うんですよ。ただね、それは本当なんですよね、うん、だって私のね、この戦争が始まった時の日露戦争はそんな70年なんて経ってないわけよ。それでももう遠いということだと思ってました。日清戦争の後10年後で日露戦争ですから。でしょ。ですぐその10年後に第一次世界大戦ですからね。だからね、まあ、今の人があまり、だけどどの国と戦争したのか知らないって人がいるからびっくりよね。だから僕はね、そういう若い人、いつまで戦後続けるんだっていう若い人には、もう戦後をやめる方法は一つしかないって、次の戦争を始めるしかないんだって言うんですよ。そうするとね、危険しそうだな。いや、戦後をやめる方法って次の戦争やるしかないですから、うん、そうするとみんなね、それはどうもって言うんですけどね第一、戦争に行きたくないでしょう、うん、今日の久米宏ラジオなんですけどは、戦後70年スペシャル、海の向こうで迎えた1945年8月15日と題してお送りしております。この後2時になりますが、あと10分ほどで2時からの今週のスポットライトのコーナーでも、もう一方、海外で終戦を迎えた方の証言を2時からもご紹介します。久米宏ラジオなんですけど、キャッシングの過払い金は新宿事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の阿部亮。昨年度100万円を超える過払い金があった方は1万人以上。いくら借金が減り現金が戻るのか、5分で無料診断。0120-10-20-30-10-20-30。 JR 東日本の社会人採用。 JR 東日本ではエンジニア職を中心に正社員を募集しています。応募の締め切りは9月2日水曜日です。詳しくはホームページをご覧ください。地域に生きる、世界に伸びる、 JR 東日本。弥生科学の壁紙川柳。壁紙が変えて変えてと反り返る。次のボーナスまで待っててね。
壁紙用接着剤アクアマイルド弥生価格。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。東京大塚店0120-274-655。赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。メガネビーキのおぎやはぎ矢作です。おぎです。お TBS ラジオです。 TBS ラジオ954。時刻は午後1時41分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクから内山健二さん、お願いします。はい、お伝えします。気象庁は今日、規模の大きな噴火が発生する可能性があるとして、鹿児島県の桜島に噴火警報を出し、噴火警戒レベルを入山規制の3から避難準備の4に引き上げました。桜島の2つの火口から3キロ以内にある鹿児島市有村町と古里町では、大きな噴石や火砕流に警戒が必要だとして、住民に対して避難の準備をするよう呼びかけています。桜島を対象にした警戒レベル4は初めてのことで、気象庁は桜島で規模の大きな噴火が発生する可能性が非常に高くなっているとしています。気象庁によりますと、桜島では今朝7時頃から地震が数多く発生し、山が膨張していることを示す地殻変動が大きくなっています。戦没者を追悼する政府主催の式典が東京の日本武道館で開かれて、天皇陛下は太平洋戦争に対して深い反省という言葉を初めて使い、お言葉を述べられました。式典では正午の時報に合わせて参列者が1分間の黙祷をし、この後のお言葉の中で天皇陛下は、先の大戦に対する深い反省という文言を初めて使って、戦争の戦果が再び繰り返されぬことを切に願い、全国民と共に先陣に散り、戦火に倒れた人々に対し、心からなる追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈りますと述べられました。一方、東京九段の靖国神社には今日、安倍内閣の閣僚2人が参拝しています。靖国神社を参拝したのは、有村女性活躍担当大臣と高市総務大臣の2人で、有村大臣は参拝後、御霊に対し心を込めて追悼感謝の誠を捧げたと述べ、高市大臣はかけがえのない命を捧げられた方々に尊崇の念と感謝の誠を捧げましたと述べています。一方、安倍総理は参拝を見送って、自民党総裁として私費で玉串料を納めています。この時間のニュースをお伝えしました。ニュースデスクから内山健二さんでした。ただいまの時刻は午後1時54分に間もなくなります。 TBS ラジオ A 六助の誰か届くかで CD 第1巻、1986年に放送されたものの中から16話収録。あの頃の思い出とともに、A 六助さんと私遠藤康子のおしゃべりをお楽しみください。 A 六助の誰か届くかで CD 第1巻、CD2 枚組で好評発売中。お求めは全国の CD ショップまたは TBS ラジオショッピングのフリーダイヤル 0120-234-954 まで。この後午後3時からのパカパカは緊張して大失敗。それでは天気予報です。スタジオには気象予報士の伊坂彩さんです。お願いいたします。こんにちは。この時間、福島や栃木県に雨雲があるほかは晴れています。午後1時までの最高気温、岡山 33.1 度、高松 31.7 度、東京 32.6 度、福島 30.5 度です。この後も概ね晴れますが、関東北部山沿いではにわか雨にご注意ください。明日日曜日は西から天気は下り坂です。前線や低気圧の影響で岡山や香川は雲が多く、夜は太平洋側ほど雨が降りやすいでしょう。関東は昼頃まで晴れますが、次第に雲が広がっていきそうです。最高気温、岡山33度、高松34度、東京、宇都宮、福島32度の見込みです。月曜日の日中は関東や福島で雨となりそうです。お天気は以上です。はい、気象予報士の伊坂彩さんでした。生島博史です。特別番組 TBS ラジオヘルスケアスペシャル、毎日の笑顔のために公開収録のお知らせです。私生島博史がゲストをお迎えしてトークショーを行いますよ。9月13日日曜日、場所は赤坂の TBS 放送センターです。詳しい応募方法は TBS ラジオのイベントナビゲーターまでチェックしてください。久米博史
ラジオなんですけど。時刻は午後1時56分です。D ステーションがお送りする TBS ラジオ夏休み交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さん、お願いします。はい。関越道の下り上里サービスエリア付近は事故処理中で6キロ55分。上り線は高崎付近で6キロ25分。駒寄せで11キロ30分前後。東北道の下り浦和付近は事故車は路肩に移動しました。岩船ジャンクションでこちらも事故の影響で10キロ半1時間10分。上り線は福島トンネル19キロ、那須で12キロ25分。常磐道の上り鳴沢トンネル、事故の影響で14キロ半。首都高速は向島線の下り両国で2キロ、25分かかっています。警視庁から以上です。警視庁交通管制センターの臼井博子さんでした。次の TBS ラジオ夏休み交通情報は2時30分ごろお伝えします。CM プランナーの南明奈です。 D ステーションのテレビ CM の企画をプレゼンします。1カット目からダーンと来て、2カット目でバーンとかっこよく、3カット目でシュワワー。え、声だけじゃわからないって？せっかく考えたのに。プンプン、パチンコ&スロット D ステーション。久米博士ラジオなんですけど。メールいただいてまして、男性47歳、世田谷243という方です。毎年敗戦記念日に思うことがあります。これまでは終戦記念日と言っていましたが、以前久米さんが敗戦記念日と言うべきだとおっしゃったのを聞いた時から敗戦記念日というようにしました。反論も来ておりまして、ラジオネームホリーファンという方ですが、今度のオンエアは8月15日敗戦記念日ですね。私の父親は大正14年生まれで学徒出陣の世代ですが、理系転じたため戦争には行かず、その後戦後民主主義の信奉者になりました。その父が言うには、あの時には勝とうが負けようがもうどうでもいいから、とにかく一刻も早く終わってほしかったんだ。だから終戦というのはその時の気分に合ってるんだ、はい、もう一つ敗戦というと、もう一度やって勝ちたいというおかしな練習が出てくるから終戦記念日だっていうのはいいっていう人と、敗戦記念日っていうと、もう一回だけやって今度は勝ってみたいという、もう一回どことやるんですかね。中国ですか？やりません。どことやるんですか？やりません。北朝鮮とですか？やりません。インドですか？ロシアか？肩や首に思わぬ痛みが走る。例えば落としたペンを拾おうとした瞬間、棚の上の荷物に腕を伸ばした時、五十肩を自覚していてもちょっとした弾みで飛び上がらんばかりに痛みが。そんな痛みを年のせいだと諦めている方に、再春館製薬所の通算湯。通算湯は漢方に学んだ医薬品、生薬の力で五十肩の痛みを徐々に和らげます。無料試供薬のお問い合わせは 0120-305-305、 朝8時から夜10時まで。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。お聞きの放送は 954TBS ラジオ。ECC 法人向けサービスは企業研修で確かな英語運用能力をサポート。社員の方々の英語力診断実施中。 ECC が2時をお知らせします。久米博士ラジオなんですけど。お盆休みの皆さん、夏のモヤモヤはこの番組ですっきりしませんか？コラムニストのジェーンスーです。週末お悩み解消系ラジオ相談を踊る。今週のパートナーは音楽ジャーナリストの高橋義明さん。人生相談と素敵な選曲のセットで気分爽快です。今夜7時から生放送。TBS ラジオ954。久米博士ラジオなんですけど、戦後70年スペシャル、海の向こうで迎えた1945年8月15日。
今日は70年前の8月15日に異国の地で暮らしていた方へのインタビューをお届けしておりますが、お一人目は、もうお聞きいただきました。子供移民として渡ったブラジルで敗戦を迎えた大浦文夫さん。お二人目は外交官の娘としてスイスで敗戦を迎えた重光彩子さん。ベロンスって頭から、ベロンス。ネイティブな発音でした。さて、これからご紹介する3人目の方は、現在91歳、はい、山口くすえさん。くすえはカタカナです。東京新宿で絵画教室を開いている現役の画家です。70年前この山口くすえさんは何をしていたかというと、タイピスト。しかもお兄さんの影響で、海外に行きたいという思いをずっと彼女は持っていました。1941年の12月8日の真珠湾攻撃のニュースはどこで知りました？だからそれはまだ日本ですよね。タイピストしてる時に。でもその時に、なんて、けなげにもですね、私たちもね、女だからできないけど、少しでも戦地に近いところに行って、なんか、お国のために働きたいと、本当にそう思ったんですよ。それは10歳上のお兄さんが昔から妹に日本人も外国へ出てそうです、バリバリやるべきだってずっと聞いててきた。そうですね。それの影響はありますか？兄がそういうふうにいつもそういう手紙をよこしていたから。で、実際海外に行くことになったのはどういうことで行くことになったんですか？たまたまそう思ってる時に三井物産から要請が来た。三井物産に来て外国勤務してくださいって。山口さんは佐賀県の有明海に面した鹿島っていう町で生まれ育った方なんですけど、はい、高等学校を卒業して上京して青山学院の近くにあった青山タイピスト学院というところでタイピストとして勉強してたら、いきなり在学中に三井銀行にスカウトされる。あ、はい。で、その三井銀行はその後銀行の合併、日本で初めての銀行同士の合併で第一銀行と合併して帝国銀行という銀行になるんです。帝銀事件の舞台ですが、はい、で、この合併が今もそうですけど、銀行としてなかなかうまくいかないで、うつうつとした気分をで持ってたところへ、はい、三井物産からちょっとうちに来て外国に行かないかって話を持ちかけられて、はい、渡りに船って本当に船で行くんですけど、三井物産に移ってインドネシアのスレベス島に赴任することになりました。インドネシアは当時日本の占領地でした。で、このセレベス島には三井物産をはじめいろんな商社、大小58もの日本の会社がセレベス島には進出していました。山口さんがインドネシアに向かって乗り込んだ船は中国の揚子港から全部お召し上げ、日本軍がお召し上げした川船、はい、川船ってそこが浅いんです。あ、揺れちゃう、揺れちゃう、はい、これで日本からインドネシアに行こうっていう無謀な旅が始まりました。出発したのは神戸港です。1943年の9月に川船で南進丸で神戸から出た、はい、で、驚くべきことはですね、この神戸からインドネシアのスレベス島まで3ヶ月かかってる。3ヶ月、98日お船に乗ってた。台風も来たし、来ました。これ9月出発ってことは南の方に行くと台風結構あるし、まだ台風すごいです。だから台風の目っていうのも 見たしね、船の中から。船の中からあれが目ですよって教えてもらって、向こうもこっちを見てた。そうです、目だから。もう目と目と合わせて。南進丸の乗組員は全部さっきの話だと中国人ですよね。中国人まんま徴用しちゃったわけですから。それで 船長さんとジムパーサーだけが日本人。女の人何人ぐらい乗ってたんですか、その南進丸。女の人はね、少なかったですよね。10人くらい。1月2日にセレベス島に到着。それでその時に初めてなぜ私たちが行ったかっていうのを聞かされた。それついてからですって。ついてからマカッサルに。マカッサルについてからなぜ私たちが選ばれて、女なのに外国勤務してくださいって言われた事情をついてから聞いた。どういう事情だったんですか？その前の年に、ね、
6代、今7代勝者って言いますけど、その頃は6代勝者って言ってて、はい、6代勝者の幹部候補生、あの 兵隊に行っちゃうと戦死しちゃうから、勝者が困る、勝者が困るから、そう、外国勤務にしようと言って、うん、多分太陽丸って言ったマントン級のお船、でっかい船で、でっかい船で、行ったんですね。そしたらやられちゃった、魚雷に。そじゃあ今度は女にしようっていうことに、三つ星さんでそういう提案が出たんで、幹部候補生を送るのは危険だと。そうそうそう、でも海外には支店がいっぱいあるから社員は補充しなきゃいけない。でもしかしてまたやられちゃうかもしれないけど、だから女だったらいいってことですか。そういうことですよね。そういうことだったんだ。そうなんですよ、女の社員を送り込もうと。それで送り込まれたお一人だった。そうなんですよ、ね、だからすごくね、そのよかったって言ってすごい歓迎してくださった。よかったって、つまり運が良かったってことと、無事に着いて、よく無事に着いた、それで無事に着いてよかったって。それでじゃあこれからいいお仕事をしてくださいって言われて。三つ星さんどんな仕事してたんですか。結局私たち、その仕事は、私はタイピストだから、その実際の仕事はよくわかんないんですけど、結局食料の集荷、その集荷した食料を軍に納めてたんですね。なるほど。向こう兵隊さんがいっぱいいる、戦ってるわけでしょ。ってことは、そのマカッサル、セレベスのマカッサルっていうのは日本軍の食糧基地だってことは敵も知ってたわけですね。あ、そうですね、分かってたわけだ。そうです。で、だんだん時が進むと、このマカッサルが連合軍の攻撃対象になって空襲が始まった。はい、始まったんですよ。それで日本の婦女子は日本へ引き上げようという命令が出たんです、軍の方から。あなたにも来た。そうです。どうしたんですか。それで三井物産はもったいないからヤカルタの方へ転勤させます。もったいないって何ですか。もったいないってせっかく向こうまで行ってるんだ。ようやくここまで来たのにインドネシアまで来たのに返すのはもったいない。もったいないから、三井物産としては。だからジャカルタで働いてください。僕ね、調べたんですよ。マカッサルからジャカルタの距離1300キロありますよ。感心してる場合じゃないですよ。私たちはもう何にもそういうの分からないんですよ、ね、マカッサルから。ただ命令に従っている。でもマカッサルに住んでいたお宅が、もうマカッサルを出るか出ないかのうちに空襲にあった。そして私たちが出発したら、私たちが住んでた社宅はやられたというニュースが入ってきた。じゃあ何日か違いで、そうね、下手したら命を落とすってことですか。そうですね。で、その1300キロだと、またこれ1週間ぐらいかかったんじゃないですか。そのぐらいはかかってると思いますね。かかってるはずで、船で行ったらね。ですからずっとスラバヤを回って、スラバヤに寄港して、そしてスラバヤからジャカルタの方へ、今度は スラバヤから、お船を降りて汽車ですよね。汽車でジャカルタ行った。当時はまだ日本がインドネシア占領してましたから、やっぱり一等車両かなんか乗りました。一等車ですね。一等車かなり豪華な。豪華ですね。応接間みたいな、その一車両だけが一等車っていうのがあって、あとは二等三等。二等三等ですね。それはインドネシア。だから大体一等車には、その商社でも割と、そう、六代商社っていう人たちのが乗る、だから、三つ星さんでそれだけの運賃を出されるわけですよね。二等車、三等車は誰が乗ってました。軍属の方は大体二等車。日本の、軍の周辺にいた人たちね。そうですね。三等車は、三等車はインドネシアの人。かなり厳しいですね、身分制度は。ジャカルタに行った時、雰囲気はどうでした。雰囲気は、戦争の。そろそろジャカルタに行ったら、なんか戦争してないような感じでしたよね。あ、そう。だからセルベスとは だいぶ違ってましたよね。セルベスの方も空襲があって、
ジャカルタはそういうことはまだなかった、お住まいはどういうところに住んでたんですか、ジャカルタ。だから社宅。社宅。社宅からジャカルタの都心ですか、三井物産があったのは。どうやって通ってたんですか。だから一等車。列車通勤。列車通勤。列車。毎日通勤一等車。そうです。ジャカルタ市内なんかの移動はどうしてたんですか。それはね、みんな三井物産は割とこう贅沢な会社だったから、それから三井物産っていうのは商社では一番っていうそういうプライドがあったから、やっぱり三菱よりも三井物産の上でした。その時はね、時はね、その頃は。今どうですか、ね、今は反対でしょ。三井やっぱり物産っていうのが、物産が一番。そうですね、だから車、あの街中の移動も、だからもう外車の素晴らしいその車で街移動するときは出る。それでジャカルタにいて、だんだん様子がおかしくなってきたと思ったのはいつ頃ですか。そう、突然だったから、私たちはまさかそんなに早くね終戦が来ると思ってなかったから。空襲とかなかったですか。まだジャカルタには空襲はなかったですね、うん、食料なんだとか、日本人に対する現地の人たちがちょっと冷たくなったとか、別にね、ガソリンがなくて車が動かないとか、うん、そういうことは全然なかったですね。列車の運休なんかもなかった、そうですね。ってことは8月15日の戦争が終わったっていうその日は突然ですか。突然だから8月15日じゃなくて、私たちが知らされたのは8月16日次の日、あの本当に突然。15日は何にもなくて終わって、で翌日どうしたんですか。翌日会社に行った、そしたらそのいつも訓練を受けてる広場があるんです、あるんですね、広い、あのでそこに集まれという命令が軍の方から来たんですよ。軍から来たんだ、軍から、各会社で、会社から私たちが言われて、16日はそこに集まったんですよ。ジャカルタにある日本中の会社の人たちが集まった、みんな集まった。じゃあジャカルタにいた日本人はほとんどの人は何も知らなかったんですか。知らないですね。で16日の朝、朝ですか、お昼頃だったと思うね。ジャカルタで仕事をしている日本の人たちはこの広場に集まれ、何人ぐらい集まりました。1000人以上でしょうね、集まって、そして放送、玉なんていうんですか、陛下のお声がそのラジオでしょうね、そこへこう流されて、録音だ、録音が流されて、もともとあれは録音なんですけど、録音が流されたんです。インドネシアでどっかで録音したのを16日に軍が発表したんです。そうです。であれは4分半ぐらいの放送なんですね、実は玉音放送っていうのは。聞き取れる録音でした。でもあんまりはね、聞き取れなかった。終わった後はその1000人の日本人はどうでした。だからみんなもうただもう立ちっぱなしで泣いた。もう何にもできないで、もうただ呆然としてみんな泣いてた。そしたら早く皆さん帰って、そのどこかそういう収容所やなんかにこれから行かなくちゃいけないから、だから皆さんはお家帰って早く荷物の整理をしてね、それで明日出発っていうあれが説明があったんですよ。ちょっと待ってくださいよ。それ戦争に負けたことは分かりますけど、明日もう収容所に行かなきゃいけない。収容所って言葉は聞いたのはその時初めてです。そうですね。収容所って分かりました、なんだか。なんかよく分からなかった。でそうすると翌日が17日だから、どこどこに集結っていう命令が出て、広場ですよね、要するに。また広場やる。また広場。その時にリックサック一つと、それから自分が持てるだけの大きさのトランク一つ、それからハンゴーですよね、ハンドバッグ、それだけ自分で持って歩ける。リュックを背負って両手に荷物を持って、それだけと、それだけにしてくださいと言われたから、はい、もうとにかく夢中で荷物の整理したんですよね。それは普通の女の人と違って
ちょっと違いますよね、あの日本軍の前線に近いところで働きたかったってずっと思って、男の人たちが戦ってるんだから、なるべくその前線の近くで仕事したいと思っていて、ジャカルタまで行ってやってたら、ある日突然戦争負けたんだって聞いたとき、どういう気持ちですか？だからあの私たちは何にもね、戦ってはいないし、いないけど、日本が負けた、日本が負けたんだから、負けた国の人間にこれからならなくちゃいけないって、だから、その時に初めて自分が日本人ということを悟ったような感じがしましたね。負けたから、負けて、それでこれから日本人としていろいろ処遇されていくわけですよね。だから、はあ、私たちは日本人だったんだっていう、なんていうか、その時までは戦っている国ではあるけど、それほど日本人だってことは意識してなかったんだ。もちろん日本人ではあるけれども、セレベスに行ってもジャワ島に行っても、とにかく三井物産の人間で仕事してるんで、負けた瞬間に三井物産でもなきゃ何でもなくて、自分は日本人だと思う。そうですね、その時初めてなんかそういうのをこう実感っていうか、だからそれ不思議な気持ちだと思いますよね。それはその17日両手に荷物持ってリュックを背負って、どうしたんですか？そしてそこに集まったんですよ、そしたらそこにトラックが来て私たちを運びに来た。今まで三菱さんが使ってたピカピカの会社じゃないんだトラック、ほうかむりを、ネッカチフでほうかむりをして、そしてあの荷台ですよね、トラックの。そこに座るんでもなく、みんなこう立って、ぎゅうぎゅう詰めで立って、そして連れて、そう、もうどこへ連れて行かれるか分かんないけど、どこへ到着しましたか？そしたら貨物の駅、人間が乗るとこじゃなくて、貨物を扱う駅、貨物の駅に着いたんです。着いた。それとその貨物のあれに乗せられた、貨物の列車に、貨車でも貨車だけど客席があるんですね。でそれは4等車、っていうのはちゃんと書いてある。4等車、数字が4って書いてある。それともうそこに乗ってる時にもう体中がかゆくなってきて、ダニがみんなダニに食われて、みんなダニに食われて、みんなこう赤く腫れ上がってるから。トラックにしろ貨車にしろ、洗面所とかトイレはついてないでしょ。洗面所とかトイレ、トラックも、ね、貨車もついてないでしょ。で皆さん女の人でしょ。どうしたんですか？だから降りてホームにしゃがんで、ホームで皆さん用を足して、どこでした、着いたの？なんかポントゲテっていうね、地名だったと思うんですけどね。ポントゲテ。今度またトラックに乗せられて、またトラック、山の奥の方に連れてかれて、山の奥へ。そう、最終的には何があるんですか？でそこにその病院があって、それで病院の周辺、俗に日本で言えば掘ったて小屋ですよね。掘ったて小屋がいっぱいあって、それでその周りには鉄条網が張ってあって、電流が通じてる。でそこにこう、大体一つの小屋に6人ぐらい入ったの。それで6人入る掘ったて小屋は広かったんですか？だから今日本でいう6畳くらい。6畳に6人。だから一人が80センチ、印がつけてある。床に印がついてる。80センチ印がこうついていて、でその80センチの幅に毛布を畳んで。印の通りの大きさに毛布を畳む。畳んでそこに。一人が寝る。全員そのスペースの中に寝る。だからこの80センチと次の人の80センチの間に隙間はないんですよね。ピチッともうそこぴったりくっついて、ピタッと。そこでは食事とか労働はどうなってました？だからそれで次の日に監督官からいろんな命令が出て、それであなたたちをこれからその例えば三井物産なら三井物産の人間ではない、
ね、その全部赤十字看護婦という身分にね変わるからこの衣服を着てくださいって言って制服だ。制服。それで今でいうなんていうの、私たちは昔国防色ってで兵隊さんの着るね、カーキ色の、はい、ああいう色の、その看護婦の形は看護婦さんの形ので看護婦の赤十字のマークの入った帽子をかぶって、それで、病院勤務とか、うん、作業班とか炊事班とか5つぐらいの班があって、で自分の希望のところをね選んでくれって言われて。食事はどうでした？食事はもう、大変そう、私たちの食器は飯盒一つなのね。飯盒一つ、はい、お茶碗もお椀も何にもないわけですよ。飯盒だけが食器だから、飯盒の蓋にご飯、なるほど、それで中盒におかず、中にパコッとあるやつ、ね、ちっちゃい、はい、小さいこうつ、それがおかず入れだから、味噌汁だったら その中ごうに入ってるそれ一品だけですよね。一汁一菜じゃない、一汁一ご飯一汁一ご飯だから私たち一飯一菜と言ってた一飯一菜って言ってたそして、例えば卵が出てくると、卵料理が朝出てくると、朝昼晩同じ料理が出る、また次の日も同じ、卵がなくなるまで、卵がなく、倉庫でなくなるまで、そうするとみんなガスが溜まってお腹がこう膨れ腫れちゃう、卵料理が続くと、みんなだから、でもそれどうすることもできないのね、卵がなくなるまで溜まなきゃいけないですね、そしたら今度それが終わると私たちは藁料理と言ってたけど、乾燥野菜を水に戻してちょっと汁の中でこう煮たようなねのが出てくる、乾燥野菜ね、乾燥野菜、そうするとおかげでそのガスが冷えていくんですよね、卵で溜まったガスが、藁料理が来ると、そうみんな女の子同士で乾燥野菜が出てくると「藁だ」とかみんな結構言ってたわけだ冗談半分にね、藁料理だとか一菜一飯だとか言ってたわけだ。そう。何年続きましたこの生活は？何年間捕虜生活は？だから そんな長くないですよ。1年足らず。1年足らずだって。10ヶ月。10ヶ月続きましたかそれ。10ヶ月。それ10ヶ月続いて、10ヶ月目にはどうしてそれが解放されたんですか？結局内地期間というのが決まって、それで今度はそのまたそこに来る時の道をトラックに行って、そうトラックで戻されて港へ行って、それで またお船に乗って帰ってきたんですよね。その船は日本の船でした？日本の船ですけどね、リバティー丸っていう、その名前はもうずっと覚えてるんですけど、リバティー丸って言って石炭を運ぶ、今度は行くときは南進丸で、ヨースコの川船だったけど、今度は石炭を運ぶ船、そうすると船がこう揺れると石炭の粉がパラパラパラっとこう落ちてこう顔に落ちてくる、そうすると そこに汗かいちゃうから、こう黒くみんなの顔が筋になるみんな全員だから。目指す港は東京の日本のどこでした？着いたのはね、和歌山県の田辺湖。田辺か、いいとこですけどね今では石炭船がリバティ丸が田辺に着いた時の気分って覚えてます？あそこ松林がね最初こう見えてきたんですよ。もうみんなねもう手叩いてね、もう 松が見えたって言って、セレベスとかジャワ島では松はない？ないですね。だから松の木が見えたって言ってみんなね手叩いて喜んだ。でも田辺港って特に引き上げの港じゃないから、それはもちろん歓迎式典はないけど、何かセレモニーみたいなものはあったんですか？いや、ないですね。ただ接岸して、ついて、そしてその DDT の粉を
みんな吹きかけられて。それは日本の人がかけるんですか？日本衛生局の保健所だ、ね、保健所の人が DDT をかける、それで今まではこう黒い、ね、筋がついた、こう筋がついてたところに今度は白い粉のね粉うん、笑っちゃいけないけど、今度白い粉をかける、どうなっちゃいますだけど、それ笑うってことで、笑うわけにもいかない、みんなだからね。みんな黒い汗が流れてるところに真っ白い粉がばーって、わけわかんなくなっちゃいますよね、みんなね。うん、それで、田辺に。それでやっとね、うん、なんか水を洗面器に一杯ずつくらいもらって、洗えるんだ。そして、洗いましたよね。で10ヶ月間捕虜生活したわけですね。で80センチのところ幅にこう毛布を敷いて、狭いところでこうじっと動かないようにして寝て、これが習慣になっちゃったって話は本当ですか？そうですね。今でも？そうですよ。それどうやって今80センチ幅で寝てるんですか？今75センチに寝てる。80センチじゃないの。幅75センチどうやってその寝床を作るんですか？お座布団ってね、はい、大型小型ってあるんですよ。座布団いろいろ、はい、大型っていうのが75センチな、はい、だから大型のお座布団を並べるとちょうどいいのねこれどういうことですか？だからなんていうか、その時にいる、まあ、苦しい生活をみんなでやったわけですよね。 その思い出をなんか消したくないっていうのかしら。もう私が一番大体帰ってくるときに23歳、帰って日本に帰ってきたとき23歳で、2つぐらいの年上のお姉さんたちがいつもお世話 してくれたんですね。でそのお姉さんたちももう今ほとんどの方が亡くなってるんですよ。だからあんなにちゃんと面倒見てくれたお姉さんたち思い出を残すというか、なんて俺なんて言ったらいいかな、70年目なんです今年、戦争が終わって70年目。そうですね。どう思います最近の東京とか日本は、日本人もですけど。だから私は孫がいるんですよね。孫が4人、はい、それで、まあ、孫の家に行くと、いろいろ話をしたんです。その抑留生活の時の飯盒、はいはい、ね、孫いくつ、それで一番上のが28で、もう30か、それでもうその子は今 お母さんになったけど、よく話をしたんですよ。こういうことをおばあちゃんじゃあやって生きてきたんだって。で今は日本は良すぎる、ね、食べ物も何でも美味しい、もうあれ食べたいと思ったら自分の好きなもの食べれて、あまり良すぎるから、今あなたたちは富士山で言えば頂点にいる、だから上がないからここ落ちてくるよって、転がって落ちてくるよって、だからね、富士山から転がって落ちないようにしなさいってよく言ってたんです。おばあちゃんが座布団3枚で寝てるのは知ってるんですか、お孫さんは？それはどうかなその話はしてないんですか？したかもわかんないけど、どうかしら山口久世さん91歳、最初の大浦文夫さんも91歳、真ん中の重光彩子さんが一番若くて87歳。皆さんしっかりしてるでしょう、記憶力。はい、はい、品川亭新馬場さんは東品川にお住まいですけど、記憶の正確さ、しっかりした話し方、ただただ敬服です。はい、これはブラジルの大浦さんのことをお話になってるんですけど、もう一方、幼いさんという方がお電話でのブラジルの方にインタビュー聞いてましたけど、ブラジルの方は外来語やカタカナ語はほとんど使ってませんでした、ある意味本当の日本語を使っている方かなと思いました。で最後の山口久世さんですけど、ヨスコで接収した川舟で98日かけてジェワ島に行くわけで、セレベス島に行くわけですけど、はい、
南進丸っていう船で行って、はいはい、戦争終わって迎えに来た石炭船がリバティ丸って、はい、英語の名前になってるんですよもう、はい、これがもう英語名の船が石炭船が迎えに来て、それで和歌山の田辺に行って、はい、真っ黒になった顔の上に DD かけられたりなんかして真っ白になって真っ白になって、でこの山口久世さんっていう最後の方は新宿の富山ハイツにお住まいで、そこの集会所みたいなところで絵画教室をやってらっしゃるんですけど、小柄な方でね、かなり至近距離で僕堀井さんとの距離よりももっと近い距離で話してたんですけど、はい、1メートルないぐらいで、はい、彼女が昔を思い出しているのがわかるんです。一等車って等の椅子でこう後ろにこう寄っかかるやるようになってっていう話をするときに、自分があたかも塔の椅子に座って、うん、昔の物産が借りてた一等車でこう、はい、うわーって寄っかかっているような真似をするわけ。それで全部目の前にいる山口さんがね、当時のことをありありと思い出して、手触りとかね、80センチの幅に毛布を畳むっていう、ちゃんと畳む手間をして、こうやって印がついてるところに80センチの毛布をピシッと並べて、隣の人も80センチの幅に並べてって、全部全身で思い出してるのが、よくわかるわけ、はい。揺れると石炭の粉が顔の上に落ちてきて、はい、汽車で戦争が終わって16日には教えられて、17日にみんなで荷物持ってトラック乗せられて、貨車に乗せられたんですけど、乗せられた瞬間、乗ってた全員が南京虫に吹かれ始めるわけです。ダニに。で、みんなが真っ赤になっていくっていうのも、彼女の手見てるとね、もしかして赤く腫れてくるんじゃないかっていうぐらい、追体験をしながら思い出してるわけ。で、全部ずっとよく思い出して、その時の体験を思い出しながら彼女は話してくれるから、話にとっても説得力があって、捕まって、日本が敗戦になって集められて、荷物をまとめて、明日もう一回、両手に荷物、背中にリュックを持って、ここに集まれって言われた瞬間、日本人だったんだ。これからは日本人として処遇されていくことになるんだって。それまでは彼女は物産のエリートタイピストだったんですけど、ただの日本人になったんだってことを、実感したって話をしてたのは、ものすごくよくわかって、私は日本人。敗戦国の日本人、どうなるかはあなた任せになったっていう話をしてたでしょ。あれはよく分かった話ですよね。ブラジルの大浦文夫さん、同じく91歳なんですけど、あの人がその隣の文字っていう町へ本当かどうか玉音放送を確認しに行って、帰ってくる汽車の中で友達と二人で行ったらしいんですけど、全てのものが流れるっていう啓示を受けた、はい、キリストが啓示を受けたみたいにして、すべ、はい、てのものが流れるっていう啓示を受けたっていうのが、7回彼は日本に帰ってきてるんですけどね、何回目かの日本に帰ってきて、ほとんどのカタカナの言葉が、はい、同じ日本人が使ってるカタカナの言葉が理解できない。これは一体と思った時に、ああ、すべてのものが流れるっていう、例の、やっぱりあれは啓示だったんだっていう言葉がひらめいたっていう話ありましたよね、はい、どうでした、あなた3人の話を聞いてどう思いました。いやー、ちょっと皆さんも壮絶すぎて、うん、私はと1日2日も耐えられないですね、この状況に置かれたら。でもなんか自然に語ってらっしゃるので、そう、トイレがないんでみんなプラットホームで出て、はい、おしっこしたい人はして、また戻ってきて乗って、また汽車で最終目的地どこだか分かんないところへ行くって言ってましたよね、はい、重光さんも、かなり特殊なクラスで生きてきた方ですけど、きっと辛いことがあったに違いないんですよ。敗戦国ですから。カットされてたかな。彼女は日本に帰るときね、船で帰ってくるんですよ、はい、ナポリへ出てカットされてた。スイスから結局出国させられるんですけど、まずナポリへ行くんです、でナポリから船に乗って、同じ日本人を収容しながらトルコへ行ったりなんかして、最終的には地中海沿岸を回ってスエズ運河を回って、彼女の場合はね
確か裏側に入港して、すっぱだかにさせられるんですよ。それで身につけてる指輪とかなんか全部お召し上げになって、はいはい、その代わり領収書くれるわけなんですけど、はい、アメリカ兵隊さんが。だけどお母さんと一緒だったんですけど、はい、お母さんが身につけていた一番ダイヤモンドがいっぱい使ってあった送信具は戻ってこなかったって締めた子さんは、はい、未だにアメリカ軍を恨んでいましたね。で、しげめさんのところの話だったと思うんですけど、日露戦争からも随分時間が経ってたのにっておっしゃってましたけど、この番組で何回か話してますけど、これはたまたまなのかどうかわかりませんけど、日清戦争と日露戦争と第一次世界大戦ってちょうど10年おきにあるんです、はいはい、で、日本はあまり戦争には巻き込まれていませんが、ただ朝鮮戦争とベトナム戦争もこれほぼ10年間があるんですよ、はい、朝鮮戦争とベトナム戦争って。で、特にベトナム戦争の場合っていうのは、ベトナムを空襲する飛行機はほぼ沖縄から出てるんですよね。で、朝鮮戦争の時も日本全体が基地になって、日本全体から朝鮮半島への飛行機が飛んでって、僕はその小学校に上がるか上がらないかの時朝鮮戦争で、高1の時が第1回の60年安保っていうことで、はい、僕小中学校ぐらいの時からね、その10年おきに日本が戦争してたとかね、世界的に見ても10年経つとまた戦争が起きるみたいなのが脳裏に入ってましたから、中高ぐらいの時には多分また日本は戦争するだろうと思ってたんです。そしたら大学行っても戦争始まらないし、TBS に入社しても日本は戦争どうやら巻き込まれないし、で、フリーになってからも戦争ないし、これひょっとするとあと100年ぐらい日本は戦争に巻き込まれないのかもしれないなと思っていたんですけど、100年って言ったらあれでさね、2115年ですか、今から言うと100年はもう無理だろう、どうなるか、なんか桜島も噴火しそうですね100年は無理だろうと思ってるんですけど、はい、最近はね、非常に年取ってると人間ってね、利己的になるんです。自分中心主義ってはっきり言って今ね、僕71歳なんですけど、戦争に日本が巻き込まれるんだったら、あるいは日本が戦争をもう一回するんだったら、僕が死んでからにしてほしいと。いや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 これがね、年取った時の利己主義なんです。はい、年より、僕が死んだら何をしても、まあ、しょうがないか。しょうがなくない。責任は君たちが取ってくれる。いやいやいや、だから、よく言う、僕の目の黒いうちは戦争しないでほしいなっていうのは、最近の僕の願いなんですね。微妙でしょ、70歳って。あと何年も使って。だから結構これ微妙な話なんですよ。僕の目の黒いうちは日本にもう一回戦争してほしくないっていうのはね、相当具体的な年数を言うと、微妙なんですよ。5、6年、10年、80でしょ？いやー、80になって戦争されると辛いからね、85まで頑張るか。あと15年は戦争しないでほしいなって、僕のもう個人的なね。あと100年ぐらい生きてください、そしたら。それも大仏ですけどね。あと15年は日本に戦争しないでほしいというのは、僕の個人的な願いだということですね。久米宏のラジオなんですけどって、僕の名前がついてますから、もう個人的な話しかしないってことが許される番組だということを承知の上で、あと15年、なんとかお願いしますということで、一応今日そろそろ話の一区切りということです。久米宏、ラジオなんですけど、ラジオなんですけど、時刻は午後2時42分です。グリーンキャブがお送りする TBS ラジオ夏休み交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さん、お願いします。はい、高速道路関越道の下り上里サービスエリア付近は事故処理中で7キロ半、3時間10分前後。上り線は高崎で23キロ、1時間15分。
東北道の下り浦和、そして岩船ジャンクション付近、どちらも事故の処理終わりました。今岩船ジャンクション付近では10キロ半25分です。上り線は福島トンネル19キロ、西那須の塩原で断続20キロ半通過に1時間ぐらい、上河内サービスエリアで12キロ半25分、常磐道の上り日立中央手前鳴沢トンネル付近は事故の処理終わりました。19キロです。東名高速の上りは大和トンネルで8キロ20分、中央道の上り小仏トンネル17キロ、1時間ぐらい、一般道は環八の内回り上用が5丁目、事故のために今2キロ20分かかっています。警視庁から以上です。警視庁交通管制センターの薄井博子さんでした。次の TBS ラジオ夏休み交通情報は2時48分ごろお伝えします。私たちグリーンキャブではタクシーの乗務員を募集しています。乗務員募集のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-317177 0120-317177、またはインターネットを使いカタカナでグリーンキャブと検索してください。久米博士ラジオなんですけど。キャッシングの過払い金は新宿事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の阿部亮。昨年度100万円を超える過払い金があった方は1万人以上。いくら借金が減り現金が戻るのか、5分で無料診断。TBS ラジオ954。久米博士ラジオなんですけど。荒野のシーンが流れてまいりました。はい。ここで2ヶ月に一度必ずやってくる。どうしてやってくるんですか、2ヶ月に一度。いや、どうでしょう。誰の都合でしょうね。スペシャルウィークのお知らせです。はい。今回のスペシャルウィークは、再来週8月29日。少しは涼しくなってるかね。はい。再来週8月29日がスペシャルウィークでございまして、メッセージテーマはこちら。私、アンチ、ホニャララです。なるほど。久米博士はアンチ与党、アンチ東京オリンピックを公言しておりますけれども、皆さんはアンチ〇〇、アンチ何でしょうか。リサの皆さんのコーナー織り交ぜてのアンチ〇〇を大募集していきます。アンチとしての心意気、少数派ゆえの簡単などをお待ちしております。ちなみに久米さん、おでんでアンチは何ですか。これもおでんの中で僕アンチはちくわぶしかありませんよ。ああ、でもちくわぶちょっと食べたりもするんですよね。歯にくっつくような感じがして、あの食感なんだか、なんだか生なのか煮れてるのか分かんない、歯にくっつく。あの、君はおでんは何がアンチですか。おでんアンチ、うん、アンチこんにゃくとかですかね。味がないから。こんにゃくうまいだろう。味がないでしょ。だってちゃんと君おでんの名店に、あれを100円で買う意味が分かんないんですよ。それ100円で買うようなおでん屋行ってちゃダメなんだよ。おでんがこのし、こんにゃくの中に芯まで薄いおでんの味が染み込んでるおでん。そういうことか。コンビニで買っちゃうからだったんですね。話そうまで言ったっけ。ということでですね、うんうん、このようなアンチでも結構ですので、メッセージテーマ、私はアンチホニャララですの、受付メールアドレスです。くめ954@tbs.co.jp。くめ954@tbs.co.jp です。そして、おはがきの場合は、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ久米博士ラジオなんですけどまでとなっております。そしてスポットライトのお客様は経済学者、はい、そして立命館大学教授松尾忠さんをお迎えすることになっております。8月29日スペシャルウィーク土曜日午後1時からぜひぜひ、聞いていただきたいと思います。久米博士ラジオなんですけど。東京ディズニーリゾートから3世代ディズニーという楽しみ方のご提案です。かわいいお孫さんのとびっきりの笑顔に会いに、ショーやアトラクションなどお揃いの思い出を作りに、さあ
家族みんなで東京ディズニーリゾートへ。家族が集まる、笑顔が集まる、3世代ディズニー。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日はお中元シーズン後の期間限定商品、特選もみのり詰め合わせ6巻セットを大変お買い得な税抜き3790円で紹介しています。創業161年を誇る日本橋の老舗井上のり店の特選もみのりは、ギフト用高級のりの形を整える際に切り落とした端の部分です。ですから等級は1等から2等ランクの有明産の高級のり、しかも特に高級と言われる佐賀県福岡県産のみを使用しているので、香り風味ともに絶品です。今回は1缶に全形にしてなんと23枚分 50g ものもみのりをたっぷり詰めて6缶セットでお届けします。特選もみのり詰め合わせ6缶セットは大変お買い得な税抜き3790円です。倍の12缶セットならさらにお得な7120円です。別途消費税と送料を頂戴いたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品についてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。TBS ラジオ954。久米宏ラジオなんですけど。時刻は午後2時49分です。三和シャッターがお送りする TBS ラジオ夏休み交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さん、お願いします。はい。高速道路の関越道の下り上里サービスエリア付近は事故の処理まだ続いています。7キロ通過に2時間前後です。反対の上り線は高崎ジャンクションで27キロ1時間10分。東北道の上りは福島トンネルで20キロ前後。また那須インター付近で16キロ50分。上河内サービスエリアで12キロ40分かかっています。中央道の上り小仏トンネルで17キロ1時間東名高速の上りは大和トンネルで8キロ20分、常磐道の上り日立中央で19キロ、一般道は環八の内回り上大賀5丁目付近事故の処理たった今終わりました。2キロ残って上高井戸1丁目あたりから通過に20分です。首都高速は交通量少なめ。警視庁から以上です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さんでした。次の TBS ラジオ夏休み交通情報は3時25分ごろお伝えします。朝シャッターを開けながら、さあ今日も頑張るぞと思い、夜シャッターを閉めながら、ああ今日も頑張ったなと思う。そんな毎日の暮らしを守りたい、サンマシャッターです。サンマシャッター。久米宏ラジオなんですけど。TBS ラジオでは午後3時から宮川まさるのパカパカ行進曲をお送りします。今日は緊張して大失敗です。引き続き TBS ラジオでお楽しみください。そしてですね、本日夜からですけれども、司会を久米さんがされました私の街も戦場だった2、今伝えたい家族の物語をお送りいたします。テレビの方ですのでぜひご覧ください。出演は久米宏さん、綾瀬はるかさん、瀬戸内寂聴さん、そして佐藤浩一さんということになっております。 TBS テレビでは午後6時50分から、そして一部の地域では午後7時から放送いたします。オープニングがね2回あるんです。はい、
だからオープニングが2回あるんですよ。あ、6時50分と7時からっていうことですか。7時からのオープニングはね、何気ないオープニングですからね。どうやって何気なくオープニングするのかな。あ、これは TBS テレビで見てる人はちょっと見なければいけませんね。両方見られますからね。あの7時からのところは 何気ないオープニングから始まるわけですけどね。わかりました。あの私もナレーションを担当しましたので、ぜひお聞きください。これが絶品という噂と、そうじゃないって噂があります。ちょっと待ってください。そんな噂どこで。さあ、聞くわぶかという説もあります。どういうナレーションですか。私の街も戦場だった2、今伝えたい家族の物語、今夜となっております。そして来週の久米宏ラジオなんですけど、来週8月22日のメッセージテーマは、みんな猛暑のせいということで、歴史的な猛暑となったこの夏も過ぎ去ろうとしていますが、この暑さにやられてしまった夏の日のエピソードを募集しております。仕事で近所で旅先で灼熱の太陽の下、皆さんはどうなってしまったんでしょうか。お聞かせください。メッセージの宛先です。はがきは郵便番号107-8066、 TBS ラジオ久米宏ラジオなんですけど、メールは久米954@tbs.co.jp。 そして来週のスポットライト、作家の森真由美さんです。新国立競技場の建設問題にも早くから異を唱えてらっしゃいました。そして新ロゴの当選者5名の方、ステッカーですね、5名の方です。葛飾区のミルクリーさん、流山市ドスコイ大将さん、大阪府ミノルさん、熊谷市ラッキーカンタさん、横浜市レブンの海辺のカフカさんです。あのジャカルタの山口久世さんですけど、こう掘ったて小屋に6人入れられてたって言ったじゃないですか。戦後この6人はやっぱり仲良くなってね、はい、いつも集まってたんですけど、今91歳でしょ、だんだん集まってこられなくなっちゃって、はい、人もいなくなっちゃってって寂しがっていました。また来週お会いしましょう。